今週も国会では立憲民主党の小西博之さんが持ち出した総務省の内部文書をめぐって、えー、紛糾しました。で、この話自体は大したことではないんですね。要するに放送法4条に書いてある政治的公平というのがどういう意味かというのをめぐって、磯崎さんという当時の首相補佐官が、えー 民法に厳しく勧誘しろと。特にサンデーモーニングは変更してるから何とかしろと。いうことを言ってきたのに対して、総務省の情報流通行政局長とか、課長とかがですね、それに抵抗して3ヶ月ぐらい揉めてあげく、まあ、結局従来の答申、解釈を踏襲するというだけの話。 それ、中身はなんてことはないんですけど、これを、まあその秘密っていうふうに犯行が押してある文章を小西さんが何らかのルートで持ち出して、でそれを国会で見せたわけですね。で、それに対して、磯崎さんは、まあ、大体大筋でその内容を認めたみたいだけど、高市さ苗えさんっていう当時の総務大臣が、 えー、私についての記述は捏造だというふうに言ったことで、この話がにわかにややこしくなったんですね。えー、それで、まあ小西さんが、じゃあこれ捏造でなかったらあなたは議員辞職するのかと言ったら、それに対して、まあ売り言葉に買い言葉で、<laughs> 高橋さんが結構ですというふうに言っちゃったわけですね。つまり、 高市さんに関する記述が捏造であると。そうでなかったら、今の経済安全保障担当大臣という大臣の職も、議員も辞めると。いうふうに言っちゃったわけですね。で、まあこれが、にわかにそっちの高市さんの方が主役になっちゃったわけですけども。で、その後今週いろいろ、 あの、国会に、その、ま文書そのものも出てきたんで、えー、僕も検討してみたんですけど、あのその中でも特に高市さんが、はっきり否定しているのが、この平成27年2月13日の大臣略というやつなんですね。まあ大臣略っていうのは、あの、現場の スタッフが大臣に対してこういう状況ですということを説明するレクチャーですけども、で、この時は放送法について磯崎さんから文句がついて、で、それに対して、えー、こっちの総務省の方は、それをなんとかこう、眺めているという説明をしてるんですね。それに対して、高市さんが、そもそもテレビ朝日に公平な番組なんてあるのとかね。 えー、苦しくない答弁の形にするか、それとも民法相手に徹底抗戦するかとかなんか、いろんなこと言ってるわけですね。ところが、えー、おとといの審議で、高市さんは、2月13日に、この、政治的公平についての大臣力というのは受けていないというふうにはっきり答えたわけです。つまり、この大臣力はそもそもなかったと答えたわけです。 それからここに、平川さんと松井さんという大臣室のスタッフが二人いることになってるわけですけど、その二人にも確認したが、この日、この時間に放送法についての大臣力は受けていないと。大臣室側の三人は、この大臣力の存在そのものを否定したんですね。これはかなり大変なことで、あの、 大臣室と、それから、まあ、情報流通行政局の3人と、もう6人でやってることになってるわけですけど、そのうち3人がこの大臣レクの存在そのものを否定しちゃったわけです。で、まあ、当然、その、総務省ね、その、残りの3人に、え、事情を聞いたようですけれども、その結果どうだったんですかっていうことは、答えない。 でもさすがに予算委員長もこれ、ちょっとそれ、この、そもそもこの大臣力はあったんですか、なかったんですかと質問したんだけど、それも答えられない。うんまあ、ちょっと常識が考えられないですよね。だって6人参加したはずのレクチャーで、3人はそんなものはなかったと言ってるわけですよ。残りの3人はあったかなかったか答えられないって言ってるわけ。で、まあ、その、大臣力ってのは毎日ありますからね。その、他の、 テーマでもレクチャーがあった可能性はありますけど、少なくとも高橋さんと大臣室の二人はこの話は聞いてないって言ってるんだから、残りの三人の人に何かこう認識の違いがあった可能性はあるわけですね。その、レクチャーそのものはやったけど、内容はちょっと違ってたとか、言うんだったらそう説明すればいいんだけど、今に至るも全く説明しないんですよ。その残りの三人が。言ったとこどういうことなんですかね。 で、最悪の状況を想定すると、この大臣レクは全く架空のレクチャーだったというふうに考えることも可能ですよね。まあ、そんなことを、その架空のレクチャーっていうのを記録するっていうのは常識では考えられないわけですけども、まあ、この前後の経緯を見てると、高橋さんっていうのは自分でもおっしゃっていように、もう完全にこう、あの、浮いちゃ、役所の中で浮いちゃってて、 こうスルーされてるんですねで総務省って役所は旧自治省と旧郵政省の寄り合い状態ですからで旧郵政省の人たちがもう旧自治省の人たちにもう全然断らないで自分たちで決めちゃうっていう傾向が強いんですね。でこの <coughs> 大臣略っていうのも宛て先配布先を見ると櫻井総務審議官以下旧郵政省の人だけに配布してるんですね。 で、肝心の大臣には配布してないわけですよ。だから事務次官は実証系だったから配布してない。これを見るとね、もしかすると、このレクチャーそのものが、あまあ、捏造とは言わないけど、後から作文したものである可能性も捨てきれないと思うんですよね。で、まあ来週月曜日に、これ集中審議でやるそうですから、 その場ではっきりすると思いますけど、もしこれが空のレクチャーを総務省の職員が捏造したとすると、これは、なんていうか昔の偽メール事件どころじゃない、もう組織ぐるみの公文書偽造ですからね。これは相当大変なことになる可能性もあると思います。